では居心地のいい姿勢をとります。今自分の体が楽だなぁと思う感じる姿勢です。正しいね、瞑想の姿勢を取ろうとする必要はありませんし、こう背筋をね無理に伸ばしたりとか、なんだろうな、ちゃんとした姿勢を取らなくても大丈夫です。体の声を聞いて体が楽な感じ、そして無理にリラックスをしようとか呼吸を深めようとかっていうことはいりませんね。あともう一つ、注意がそがれても大丈夫です。周りの音が気になっても全然 OK だし、いろんな思考が浮かんできても全然 OK です。意識のね状態っていうのは周りがどうあっても変えられますし、注意がそれたとしてもすぐに戻れるので大丈夫です。むしろね、周囲が想像しい方がもしかしたら自分のセンターというものを感じられるかもしれません。想像しいとか音とか気になっていることとか思考もありながら自分のセンターも両方感じていく、目を開けたままでも閉じたままでもどちらでもいいんですが、その両方、センターからずれるという言い方をしますけれども、ずれてることは本当は一度もなくて、自分のセンターというのはいつもあります。自分の中心軸とか自分の魂とかね、源とか宇宙とかどういう言い方をしてもいいですが、その自分のセンターというのはずれたことなど一回もないです。ただそれに忘れているだけなので、気がそれる状態、うるさいなとかね、こんなこと考えちゃったとか全然 OK です。それとセンターがいつも同時にあるっていうことを思い出していきます。でこれができるようになってくると、常日頃普通の仕事とかね、普通の状態でいながら両方を感じるっていうことがだんだん上手になっていきます。でいつどこで何をしていても、自分の中心軸はちゃんとあるんだなと、これを知っておくだけでもいつもね、慌ただしくなって、あ、時間がずれちゃったなとかっていうふうに何か反省をしたり、自分を責めたりという必要はなくなりますね。あ、また忘れてるだけなんだなと、軸はいつもちゃんと整ってるんだなと思い出してください。では体の気持ちのいい姿勢を続けていきます。体にとって気持ちのいい姿勢を続けていきます。では月の光を使ってね、癒しを進めていきたいと思います。うまくイメージができなくても大丈夫ですし、頭の中で私の言葉を繰り返すだけでも大丈夫です。またはぼんやりなんとなくといったイメージでそれでも OK です。では美しい、自分にとってねいいなと思う月の光が自分の周りを取り巻いているのをイメージしてください。それはね、暖かいかもしれないし、ひんやり冷たいかもしれないし、黄色とか金色かもしれない、銀色かもしれないし、はたまた全然別の色かもしれません。優しく包み込むような感覚や、何かねシャワーのようなもので洗われている感覚、もしくは何かでねこう押されているような感じとか、そういうのを許してください。美しい月の光がどんどん強くなっていきます。どんどん眩しさ、輝きを増して取り巻いています。そして自分自身もよかったらその光の中に委ねてください。美しい光に委ねていくと、自分の肉体と、体とね、月の光の境がなんとなくなくなっていくような、月の光のお風呂に入っているような感覚になります。ぽちゃんと月の光の中に入っていくと、自分とね光の境界がだんだん薄れて、どこまでも光、どこまでも自分のような不思議な感覚がになっていくことができます。光の中でね泳いだりすることもできます。もっともっと眩しい光は
強くなっていき、自分自身が見えなくなるような光の中に溶けていくような感じです。すっかりね、気持ちも心も体も軽くなるような感じがあるかもしれません。何かお荷物が降りたような、呼吸が深くなっていくような、全部なんとなく思い出せなくなるような不思議な感じですね。生まれたての赤ちゃんのように月の光の中で無邪気に軽い気持ちで楽しんだり遊んだりしています。肉体的な何かね、思いや問題といったものが思い出せなくなるかもしれません。自分のオーラや部屋の中にある空気感というのもこの光の中に溶けていくかもしれません。全部リセットされていくような月の光の中で無垢に帰っていく、そんな楽しい感じです。パシャパシャピチャピチャ、のびのびぐんぐん、ふわふわ、ゆるゆる、らくらく、そして一つね、この月の光の中で遊んでみます。さっきまで自分が問題だと思っていたことや、体の、ね、ここに不調があるといったような、ね、そういった全ての記憶をこの中に置いていくことができます。まるで全然別の宇宙に今から生まれ出るような、そんな感じです。自分が問題だと決めている、まるでいつもいつもいつも同じ問題のある洋服を着ているような状態だったその思考をここに置いていくことができます。毎日毎日ね、私はダメだとか、私はここに痛みがあるとか、私はこういう人だというね、もし置いていきたいものがあれば、そういう自分を決めている思考をこの中に置いていくことができます。そして今から置いていって、全く別のね、新しい次元の自分としてまたこの光の中から出て活動していくことができます。時々、昔の記憶が蘇ってくることが、この思考を置いていってもね、あるかもしれませんが、あ、そういえば置いていったんだなというのを何度も何度も思い出してください。そうしていくうちに本当に別の次元に生まれ変わっていることにある日気がつくと思います。では、いらないもの、古いもの、思いつけばこの中に手放していきますし、思いつかなくても何かを置いていくんだと思うだけで大丈夫です。では、伸び伸びして光の中にもう一度ふんわり溶けているままの自分で大きく息を吸って、月の光で体の内も外も満たされて、さあ今から新しい自分に生まれ出ていきます。で、大きく深呼吸します。伸びをして、思いっきり息を吐いたり吸ったりして、手や足を心地よく動かして、準備ができたら目を開けます。おかえりなさい、新しい自分。